はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。覇王伝132回目でね、やっていきたいと思います。1600人、5200人か。こっちは4300人。フォーサさんね、欲しいですね。これでちょっと様子見ましょう。半兵衛さんなんかね、全然進んでこれてないんですよね。多分訓練度が低いせいもあるかとは思うんですけどね。さあ、あなたは減らしてくれないと。おお、減った減った。はい、これで OK ですね。まあ1回ずつ当てればだいぶ進めるかな。まあ優先度はね、本勝さんの方が上ですよね。なるほどね。どうかな。あ、いたいたいた。もう見れる。これはぬくいさんでしたっけね。で、半兵衛さんね。さん欲しいね。わあ、あれ、半兵衛さんも鉄砲持ってるんだ。よしよし、これで OK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 。 あとは半兵衛さんだけね。平行移動。いかんね、鉄砲を撃ってくるから。近づかないとね、こっちから。わあ、すごい減ってる。さあ、これで、ぬくいさんの方が勝手に潰れてくれそうな感じがしますね。半兵衛さんも、減る減る減る。OK ですね。だったら、よいしょ、もう一歩こっちで、朝倉さん、ちょっとこっちへ持ってきて、もうこれ、式ゼロでしょ。あ、2ある。士気はまだ54あるんですね。でも400人しかいないからね、ちょっとほっときましょう。成果ね。はい、よく言うよ。
ジは絶対しないですよ。捕らえた武将ね、みんな返さないといけなくなっちゃいますからね。よしよしよし、餌に釣られてきましたね。方向転換。で、こっちの方向転換。よいしょ。これは通常攻撃ですね。まあ、三方攻めにしたら。
8、7、6。あ、退却しましたね。さあ、ようやく半兵衛さん手に入りましたね。あ、そうかそうか、もともと本願寺軍ですからね、忠誠度は低かったと見えますね。はい、東洋でございます。あーね、すごいね、采配98ですよ。ね、で半兵衛さんお待ちしておりまして、あれ、政治 このレベルなのに采配だけ70あるんですよね。政治64大きいですよね。はい、ここはね、基本的に信綱さんでいきます。これでもう神保さん終わりやね、ほぼほぼ。あ、こっち見れないのか。はい、まあとりあえずよいしょ。おお、裏山に攻め込んだね。か、市川さん、市川さんは政治の方の人でしたっけね。はい、川島さん、ただね、もうちょい肩も上げときたい気持ちもあるんですよね。あ、ここいい、いいね。届くんかな。あ、よいしょ。あ、いけるね。はい、代わりに、あ、どうしようかな。お母さん送っときましょうか。いや、まあ亀さん来月また送りゃいいか。忘れんようにしないとダメですよね。はい、訓練ね。解散を維持で官兵衛さん連れてってもいいかもしれないけど、ここから誰来させるか。うん、まあ状況見てればね、雪高さんなんでしょうけどね。142部隊で、で応援152部隊、まあ雪高さんとこの辺ね、まだあてがってないので、来られるとちょっと寝返られると厄介なので、まあ雪高さん
もありですね。どうしようかな、行っちゃおうかな。スピードアップね、そろそろしないといけませんからね。赤い三位陣で、行っちゃいましょうか。赤井さんと勘兵衛さんでいきましょう。で、赤井さん総大将で、142部隊で、おっと、はい、あら、まあ、後でちょっと微調整しましょう。よいしょ。はい、騎馬隊でいいですね。ごめんなさい、この回で行こうかなと思ってたんですけどね、ちょっと次回に回させていただきます。覇王伝、132回目でした。ご視聴ありがとうございました。次月ね、ここに攻め込みたいと思います。鳥取城ね、お楽しみにしておいてください。それではさよなら。